猫丸のグッドナイトスリープ。はい、よろしくお願いします。時刻は0時半を回りました。猫丸のグッドナイトスリープのお時間です。 MC は男の子系 VTuber の猫丸と、はい、ミキサーの私キャンがお届けしてまいります。はい、できる男キャンさんです。ありがとうございます。 よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組は、埼玉の私の自宅と、あとあれなんですよね、あのヘームギノワンさんの、はい、海が見えるんですよね。そうなんですよ、海の見えるスタジオって言ってるんですけど、はい、実は、はい、今収録してるスタジオはサブスタジオの方で収録しておりまして、はい、僕の目線からは白い点々の壁しか見えないです。了解です。まあ、はい、しょうがないですね。まあでも一歩踏み出すとギャラリーもすごく夜景綺麗で、はい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 、ぜひ興味のある方は遊びに来ていただきたいなと思ってますよ。うんうん、ぜひ FM ギノワンさんにね、調子、はい、に行っていただいて。直接見に行って大丈夫なもんなんですか？もちろん大丈夫です。おー、なるほど。じゃあちょっと機会のある方、お近くの方はね、ぜひ行っていただいて、猫丸さんも沖縄に来る際にはぜひお立ち寄りいただいて。そう、沖縄もし行けたら、その時だけの、はい、スタジオで収録したいなと思ってるんですけど、できますか？そうです、もちろんです。あ、本当ですか。じゃあ、はい、その時はちょっとまた別に連絡させていただきますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆様最後までお付き合いください。お付き合いください。はい、この番組は男の子系 VTuber の猫丸が男の子の秘密についてお話ししていったり、歌を歌ったりする番組です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは vtuber.gmail.com。また番組は同時に YouTube で配信しております。生配信しております。猫丸の Twitter アカウント、@vtuber 猫丸か、まあ、猫丸女装とかで検索してもらったらすぐ出てくると思うので。はい。で、放送開始のツイートから、閲覧してコメントでご参加いただけたら幸いです。それでは曲いっちゃってもいいですかね。ぜひお願いいたします。はい、それではこれ一曲お届けいたします。ポップミュージックの、パーキッツさんの恋のシャレードという曲です。お聴きください。明日の朝
い、ありがとうございました。懐かしいですね、ポップミュージック。ポップミュージック懐かしい。やってましたか？あの、僕自身は数えるほどしかやってないんですけど、はい、あの大好きな友達がいまして、はいはいはい、一緒に遊びに行くと彼がポップンやって、はい、僕はまあ、ビートマニアをやるみたいな。なるほどですね、はい、ビートマニアなんですね、やっぱりそこは。やっぱビートマニアでしたね、僕は。うんうん、なんか、はい、初めてビートマニアを見たのが小学校多分4年生とか3年生とか、結構幼くて、はいはいはい、あのめちゃくちゃ行列ができてたの覚えてないんですよ。あー、なるほどですね。で20代ぐらいの本当にもうイケイケのお兄さんたちがめっちゃこう、はい、かっこよくやってるみたいなのを見て、はい、あ、すげえかっこいいなーって思って自分もやりだしたみたいな感じです。なるほどですね。はい。ニデラはやってましたか？あ、何ですか？ニデラっていうあのビートマニア 2DX っていう、あー 2DX 7鍵盤になったやつやってから、はもうやってないですね。あ、やってないんだ。でも大好きは知ってた。はい、聞いたことあります、もちろん。一応やってはないんですけど見てはいたんですよ。はいはいはい。あ、プレイしてる人はあーって横で見たりとかしてて、で、うんうん、やってないっていうのも、もうちょうど確かもう 2DX とか出るのとかもう中、あ、高校生とかだったんで、はいはいはい、もう部活がもう忙しくて。ああ、なるほどですね。なかなかゲーセン遊びに行くとかもできなかったんで、はいはい、そこからちょっと遠ざかってたっていうところはありますね。なるほどですね。そのなんか、はい、マニア 2DX がなんかニデラって言われてるんですけど、はい、あ、聞いた話、噂レベルなんですけど、コナミさんのあの面接で、はい、ニデラって言うと絶対落とされるらしいです。それはなぜですか？やっぱ正式名称で言えと。通称は使うなということですね。そう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 。あと多分あれですね、4×16 のボタンのあのビーツ、ビーツ、ジュエルビーツ、ジュエルビーツ、あ、知らないかもしれないそれ。なんていうんですか、もう本当にあの、はい、スクラッチとかもなくて、はい、このもうボタンだけのやつでタイミング合わせて押すみたいなのが出たときに、うんうんうん、アプリも出たのでそれでずっと遊んでたっていうのもあるかもしれないですね。へえ、それコナミさんですか？コナミさんです。同じビートマニアシリーズです。あ、そうなんですね。はい。なるほどです。逆に僕が、はい、あの最新の方を遊んでるっていう。あ、そうですね、はい、最新ですね、素晴らしい。まあ、って言っても10年くらい前ですけどね。なるほどですね、はい、まあそうなんだ、そのぐらいなんだ。私もなんか知らないのが、結構音ゲー結構ガチでやってる人としては、はい、頑張らないといけないその辺を。いやいやいや、もうあの今バリエーションがあまりにも多いじゃないですか。多いですね、すごい。だからもう音ゲーのジャンルが広すぎて、はい、もうもはやついていけないんで。なんかぐるぐる回すやつとかありました？なんかありましたね。難しすぎてもう結局すぐなくなっちゃったやつとかいっぱいありますからね。あ、いっぱいありますね、はい。悲しい話ですね。悲しいですね。まあでももう僕はもう DJ の方に本気で手出しちゃったんで。うん、素晴らしい。今はもうそれを極めようと思ってます。なるほどですね、はい、いいと思います。素晴らしいですね、頑張ります。はい、今日はねちょっとあんまりあの、はい、ネタがちょっと少なめなので、はい、僕をね、ちょっと多めでいこうかなと思うんですけど。いいですね。ちょっとそのニデラのビートマニア 2DX の曲もちょっと、はい、もしかしたら有名なやつなんで、キャンさんも知ってるかもしれないなってやつをちょっと用意したので。はい、お楽しみですね。はい、ちょっと間に挟んでいこうと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとコーナー行っちゃっていいですか？はい、お願いします。はい。男の子の秘密教えます。はい、今週の男の子の秘密教えますのコーナーですが、はい、今回のお題は2ついこうと思います。はい、なんかですね、ビッグの置く場所。ビッグを置く場所、はい、ビッグの置く場所と、あと
ちょっと今日銭湯行ってきたので、ちょっとそのお話をしたいと思います。おはい。男の子が銭湯行くとどうなるかみたいな。はい。ウィッグですね。一応僕も使ったことありますよ。お、どんなウィッグを使ったんですか？結婚式余興で、はい、映像余興を作るために、はい、プロモーションビデオ風の動画を作ろうってなって、はい、ちょうど10年ぐらい前なんで、ビッグバンのファンタスティックベイベーをやろうってみんなでなった時に、うん、僕が G ドラゴン役になりまして、おう、あのロン毛を再現するためにこう髪を、G ドラゴンさんどんな感じだったの？ここ片方にずっとロン毛を流してるみたいな。あー、なるほど。はい、あ、コスプレみたいな感じですかね。じゃあ、そうですね、女性用の後ろ髪のウィッグを半分に切ってこっから流すみたいな、はい、自分で切ったんですね。自分で切りました。頑張りましたね。頑張りましたよ。こうやったらいけるんじゃないかなと思って。今のこれフルウィッグにしたんですけど、なんか、あ、そうなんですね、うん、前まで前髪ウィッグだったんですけど、はい、なんか本当はボブのやつなんですけど、なんかアイロンでなんかまっすぐにってこう横をちょこ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 とか切って、めっちゃサラサラだなと思って、綺麗だなと思ってたんで。あー、惚れましたか？惚れましたね。やったー。僕も結構髪がサラサラな方なんですよ。はいはいはい。だからめちゃくちゃ手入れが大変で。あー、なるほど。カラーリングも結構シルバーにしてるんで、はい、ブリーチして、うん、シルバーに染めてっていうのを繰り返してるんで、結構切れちゃうんですよね。はいはいはい。でもサラサラにするためにいろんなトリートメントを毎日使ってます。なるほど、頑張ってるんですね。はい、頑張ってます。私より頑張ってるかもしんない。なんか私昔シルバーに染めたことあるんですけど、はい、染めた日に温泉行っちゃって、はい、1日で取れました。ただの金髪になりました。あれすぐ落ちるんですよね。なんすよね、あれ。どんぐらいの頻度で染め直してますか？僕はでも3ヶ月に1回今なってますね。あ、でもそんな重くらいで持つんですね。持たすために普段から紫色のシャンプーと、はい、グレーのトリートメントを使って色がずっと入るように。へ、はい、頑張ってますね。頑張ってます。へ、でもこれのおかげで本当に落ちたぐらいでちょうどいいシルバー感になるように調整してます。はい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 、なるほど、すごい。でも手入れ少しサボるとちょっと金髪が見えてくるんで、はい、その色が相まってちょっと緑色っぽくなったりとかしますね。はい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 。あ、でもアレンジ聞いてなんか気分がなんか変わるからいいですよね。いろんな色が楽しめるのは。そうですね、このグラデーションが出てくるんで、時期によって、うん、あ、今がちょうどいいなとかあるんで。はいはい、うんうん、いいですね。なんなら2ブロックなんで自分で髪半分 T 字のカミソリでいつもずっと剃ってますから、ね、あ、自分でやってるんですか？はい。すごい。めっちゃ大変ですよ。3日に1回剃らないともう剃れなくなっちゃうんで。なるほど。はい。じゃあキャンさんは DJ 兼美容師さんということで。いや、そんなもう大層のことはできないですけど。できないですか？でも自分で切ってる、すごいですね。はい、いや、もう剃るだけはできるようになりました。なるほど。はい、じゃあ今日のお題のその一つ目の方なんですけど、はい、ウィッグってなんかウィッグスタンド、ちょっと待ってくださいね。はい。なんか、ああ、はい、よく見かけますよね。見えますか？こういうやつになんかウィッグかけてやるを、はい、これをどこに置くかっていう。はい。あ、この前なんか私、どこの業者とは言うなと言われたんで言わないんですけど、とある業者がうちに来てくれて、はい、で、なんか私女装してるんで、なんか、はい、ちょっと途中で化粧始めるかもしれないですけど、みたいな言ったんですけど、はい、まあ、全然大丈夫です、大丈夫ですよ、みたいな。今、なんかいきなりやられたらびっくりするかもしれないけど、今言ってくれたんで大丈夫ですよ、みたいな言われて。で、なんかウィッグに目が行くわけですよ、そうすると。はい、で、私んちって、スチールラック、4段ぐらいの、はい、があって、その左上に置いてあるんですね。はい。で、なんか、その業者さんが、他のお客さんで、女装の人が3人ぐらいいたらしいんですけど、はい。
みんなその位置だったらしいんですよ。そうなんですね。まあでも確かになんか想像つくかも。想像つきますか？はい。なんかね、謎なんですけど、意味は謎なんですけど、私もはい。確かにここに置いてるなと思って。はい。あ、一番上っていうのがあれなのかな？印象的なのかな？なんか、途中だと、はい。なんか、こう上に持ち上げにくいから、なんていうんですか？やっぱ一番上ですね。そうですよね。あと、やっぱ目線で見れる高さがちょっと安心するんじゃないですかね。でも目線よりちょっと上です。少しだけ上です。頭1個上ぐらいの位置ですね。まあでも完全に会うと、本当に人がいるっぽく見えちゃうんで、まあ、少はい。しそこから外れたところ、上ぐらいの方が一番気持ちいいのかもしれないですね。どうなんでしょうね。なんか他の人にね、聞いてみたいんですよ。その置いてる、同じ位置に置いてるって、なんでそこなのって。ただ下になんか置くイメージは確かにないです。ああ、そうですね。下に置くと、なんか、不衛生な感じしちゃいますね。あと生首感がちょっと出ちゃうんじゃないですか。ちょっ となるほど。飾ってるっていうよりも、なんかちょっとゴロンって落ちてるみたいな。下だとやっぱそれが出ちゃうのかなって思います。確かに、ゴロンって言ってたら、そうですね。怖いですね。夜中とかに見たら怖そうですね。キャーってなっちゃいますね。なんか、昔付き合ってた彼女が、なんかこの、ウィッグの、このスはい。タンド、なんか顔あるじゃないですか、これ。はい。これになんか、メイク道具でなんか、ちゃんとなんか、人間の顔っぽくしてくれたことがあって。へえ。怖いんだか、迷惑なんだかわかんない。髪の毛ったら本当に顔になっちゃう。そう。ああ、いいですなんよね。か、おしゃれで。おしゃれですかね。はい。っていうことが あります。なので、ウィッグは皆さん、スチールラックの一番上に置きましょそうですね、スチールラックの一番上がいいと思います。う はい。っていうことで、じゃあ、一曲、ここで挟んで、はい。あね、あと残り何分ぐらいですか？あと残り12分ぐらいですね。2 分ぐらい。じはい。ゃあ、ちょっと一曲歌いますね。お願いいたします。コナミさんのビートマニアの、はい。DJ タカさんのカラーズという曲です。聴いてください。ありがとうございました。ありがとうございました。あ聞いたことありましたか？りました。ありました。おお。それこそこれもジュエルビーツっていうゲームで遊んだことあります。入ってるんですね。入ってましたね。へえ。
変わらずやっぱいい曲ですよね。いい曲ですね。いや、タカさんの名前もだから聞いたことがあったんで、はい、あ、タカって聞いた瞬間、あ、本当ですか。じゃあ V とか、はい、エースとかわかるかな。いや、そこまで、まあ聞いたらもしかしたら聞いたことあるなってなるかもしれないですけど、タイトルを覚えるまで遊んでなかったんで。ああ、そうなんですね。結構このジェリービーツってゲームが、はい、普通の J-POP も遊べるゲームだったんで、はいはいはい。結構僕そっち寄りだったんですよ。うんうんうん、好きなアーティストさん の知ってる曲ばっかり遊んでたんで。はいはい。なるほどですね。はい。そうなんだ。カナーズって当時ボス曲で出てきたんですけど、ボス曲ってなんか大体なんか難しさだけを追求するみたいな感じで、あんまり歌とか入ってないのが多いんですけど、多いですね。そうですよね。でもカラーズはなんかちょっと異質っていうか、ちゃんとなんかボーカル入りでなんかすごい曲仕上げてくれて、なんか感動しました。いや、今聞いてもかっこいいですもんね。かっこいいですよね。それこそ EDM の走りじゃないかって思うぐらい。ああ、かもしれません。時代的にも。でも EDM ブームになったのに、ビートマニア一躍、噛んでると思うんですよね。あ、そうですか。DJ のプレイスタイルが、ちょうど、はい。この EDM ブームになった時に、このボタンで演奏するとか、はい。そういう感じのプレイになってきたのが、ちょうど10から10、15年ぐらい前からなんですけど。はいはい。ってことは、やっぱりこの人たち、もしかしてビートマニア遊んだことあるんじゃないかなって思うのが僕の印象です。そうかもしれないですね。はい。言わないけどみたいな。はい。うんうんうん。そっか、EDM ね。私、あんまりいない EDM ブームにはなったけど、聞かなかったから、ビートマニアで、なんか同じようなのを聞いてるんで、許してください。同じ四つ打ちですからね。通知。はい、トン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 って。あ、はいはいはい。じゃあ、あと、2個目のお題いきますはい、か。お願いしま今す。日、温泉銭銭湯湯。行ってきたんですけど、はい。なんか、男の子、私ちょっと胸出てるんで、はい。なんか、なんだ、ナンパとかされるかなとか思ってちょっと行ってみたんですけど、はい。なんか、視線はめちゃくちゃ感じたけど、ナンパはされませんでした。なんか、一回、なんか私、銭湯行くと、なんか伸びとか結構するんですけど、なんかこういう。はい、ぐーっと。はい。ってやったときに、なんか、こう、その時目閉じてるんですよ。なんか、目閉じてて、下向いたときに、みんなこっち見てました。注目を浴びたんですね。注目浴びました。あ、そう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 。でね、一人だけ話しかけてみましたよ。どうでした？反動の方は。話しかけたら、なんか、すごいね、ちょっと挙動ってましたね、なんか。なんかね、ここって、すいません、ここって、なんかご飯とか食べれる場所あるんですかとかって聞いたんですよ。はい。ああ、なんかあっちの方にありますよ。それでね、なんかあんまり安くないと思うんだけど、ドドドドってなんかバーって食べられて。私が食べる余地がない感じの、なんていうんですか、ちょっとなんか戸惑ってる感がありましたね。完全に焦ってますね。焦ってましたね。ちょっと面白かったです。はい。銭湯、まあはい。僕結構平気な方で、はいはい。意外と、まあ幼い頃からなんかそういう大衆浴場みたいなところを経験したおかげで、はい。全然この違和感ないんですけど、はい。今の若い子たちなかなか入れないって子も増えてるみたいですね。え？入れない。この大衆浴場、人前で裸になるみたいなのが苦手なああ、方とかも結構そ増えもてそるっもて。無はい。理っていう恥ずかしがり屋さんってことですね。はい。へえ、そうなんだ。あと、沖縄の人は大体そうかもしれないです。あ、そうなんですか？そもそも浴槽に浸かる文化もない人もいるので。あ、そう、なんか沖縄って基本的にシャワーしかなんか浴槽ないらしいですね。そうです、そうです。うーん、なんか体の凝りが、なんか私浴槽毎日入ってる人なんで、なんか凝りが取れない感じがしちゃって嫌なんですよね。僕も結構浴槽入る派なんで、はいはい、あ、うちじゃあのおじ沖い縄ちゃんがとめちゃか。くちゃ大好きだったんですよ。はいはい。お風呂に入る、ちょっと結構珍しい病気で、全はい。身が固まって、
お風呂に入れない体になった時に、はい。何を思ったのか、うちのおじいちゃんは、お風呂に穴開けて足が入るようにして、それでも浴槽に浸かるっていうのをやってましすごいね。穴開けたんですか？た。穴開けてましたよ。穴開けたら下から水、お湯がなんかジャーってなりません？いや、それが、そもそもここ、浴槽自体がなんかコンクリートで作られたみたいな構造で、だからこの壁の先もコンクリートなんで、ちょうど足が入るような穴開ききれてたんですね。なるほどね。だからそっちまで下に開けたんじゃなくて壁に開けたみたいな感じで。そうです。ああ、なるほど。だから、幼少期、本当にもう5歳まで住んでたような家だったんですけど、だから3歳とか4歳の時によくそこの穴に入ってたなっていうのを思い出しますよ。なるほどですね。そうなんだ。じゃあ、キャンさんは浴槽好きってことで。浴槽好きです。じゃあ、一緒に銭湯行きましょいいですね。今日も実は湯船使ってから来ましう。ああ、そうなんですね。た。じゃあ、凝りがほぐれてる。そうですね。あと、やっぱちょっと肌ツヤ良くなった感じするじゃないですか。しますね。こう、いっぱい汗かいて。で、ちょっと今日はちゃんと綺麗にできたなっていう、さっぱりしていこうみたいなことができるんで。私を今日はなんかサウナとかいっぱい入っちゃったんで、なんかちょっと頭痛くなりました。まあでもちょっと気をつけた方がいいですね。やっぱ 年齢的にも。そうですね。ちょっと今ロキソニン飲んでやってます。お大事にしてください。ということで、残り2分ですね。残り2分か。じゃあ最後の曲は歌えないですね。そうですね。こちらでちょっと BGM として流していきたいと思います。わかりました。なんか毎回あっという間ですあっね。という間ですね。そう、30分こんなに短いんだっていつも思います。はいですね。なんか今日はお題2個だけでなんか短い感じかと思ったから余るかなと思ったんですけど。意外と全然時間が足りなかった。早かった。でもなんかカラーズ知っててくれたのがちょっと嬉しかったです。いや、もう僕もなんか懐かしいなってなりました。よかった。ちょっとあれ全部英語だったから、なんか頑張って練習したんですよ。ありがとうございまあ、英語の歌難しいですもんね。ます。難しいですよね。英僕は語。適当に歌います。ああ、いいですね。楽しめればいいですね。音だけ合わせるっていう。なるほど。素晴らしい。じゃあ、そろそろ締めますか。お願いいたします。今日も、あっという間の30分でしたね。あっという間でした。もう話し込んじゃってすいません。いえ、毎こちらこ回。そ、めちゃくちゃ楽しいですよ。結局あれですね、コメントはすいません、来なかったですけど、一応番組に参加してくれた皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。お相手は、男の奥義 VTuber の猫丸と。ミキサーのキャンでした。はい、それではまた来週同じ時間にお会いしましょう。つまりー。集まる。